西郷隆盛の妻、徳姫との関係について。イントロダクション。西郷隆盛は幕末の志士として知られる人物であり、その偉業や功績は多くの人に称賛されています。彼の勇敢さやリーダーシップは、日本の歴史において特筆すべきものであり、多くの人々に敬意を持って追慕されています。しかし、西郷隆盛の私生活や家族については、あまり知られていないこともあります。この動画では、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、西郷隆盛と徳姫の関係について探ってみましょう。西郷隆盛と徳姫の出会い。西郷隆盛と篤姫の出会いについて教えてほしいのだ。西郷隆盛と篤姫の出会いは、幕末の動乱期に起こったサンフランシスコ条約に関連しているわ。この条約によって、日本とアメリカの間での貿易が開始されたの。西郷隆盛は、この条約交渉の一環として上京し、篤姫と出会ったのよ。彼らの出会いは、政治的な背景を持っていたの。西郷隆盛と徳姫の結婚と家族生活。西郷隆盛と篤姫はどのように結婚したのだ？西郷隆盛と篤姫は、彼が上京してからしばらくの間、親しい関係を築いていたの。そして、やがて二人は結婚を決意したのよ。結婚後は西郷家の家族として平穏な日々を送っていたの。しかし幕末の混乱期には西郷隆盛が活動することもあり、家族との時間は限られていたわ。西郷隆盛と徳姫の別れ。西郷隆盛と篤姫はどんな別れ方をしたのだ？幕末の混乱が収束し明治時代が訪れると、西郷隆盛は政治家として活動を始めたわ。彼は篤姫とは離れて暮らすこととなり、別れることになったの。しかし、二人の間には長い間続く深い絆があったわ。篤姫は西郷隆盛の活動を支える存在として、彼を見守り続けたの。彼らの別れは、お互いの使命を果たすために必要な選択であり、互いの成長を支えるものでもあったわ。西郷隆盛と徳姫の関係の影響。西郷隆盛と篤姫の関係は、彼ら自身だけでなく、周囲にどんな影響を与えたのだ？西郷隆盛と篤姫の関係は、多くの人々に希望と勇気を与えたわ。彼らの絆は、困難な時代においても互いを支え合い、励まし合う力となったの。篤姫の存在は、西郷隆盛の政治活動にも大きな影響を与えたわ。彼女の忠誠心と強い支持は、西郷隆盛の信頼を深める要素となり、彼の政治的な成功に寄与したのよ。まとめ。彼らの関係は互いを支え合い、困難を乗り越える力となりました。西郷隆盛と徳姫の関係は、彼らの人生において重要な一部であり、その愛と絆は尊敬に値するものです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。